春季キャンプで佐藤輝明選手のバッティング練習を見た岡田監督が俺の指導と逆を言っているという話をしておりまして話題になっています。岡田監督はあれじゃ打てないと首をひねっています。佐藤輝明選手が岡田監督の指導と逆行しているというところに柳田選手との自主トレの影響があるという話もしています。岡田監督の考えなど深く見ていきましょう。岡田監督がこれまで佐藤輝明選手に行った指導は大きく3つになります。まず1つ目はスタンス幅を広げて下半身を使ってどっしり打つこと。佐藤輝明選手はどちらかというとスタンスが狭く足も長いので立って打っているような下半身が使えてないような打ち方になってしまっているという指摘がありました。そしてグリップの位置ですね。グリップの位置を下げてより力強く打つと。グリップの位置が高すぎて、そこからなかなかボールに対して力が伝えられていないという岡田監督の指摘がありました。そしてもう一つ、ポイントをボール1個分前で捉えて飛ばすという話ですね。ポイントが近いとどうしても詰まってしまうと。だからこそボールが力強い打球が飛ばないという話がありまして、この3つを佐藤輝明選手に岡田監督は指導していました。もちろん岡田監督は佐藤輝明選手だけでなくいろんな選手にこの3つの部分を重要なポイントとして指導しています。岡田監督はこうしたところが修正できれば佐藤選手のポテンシャルならもっと打てると、30本以上打てるという話もしています。しかし最新の佐藤輝明選手の打撃が岡田監督の指導と逆をいくというところを見てみましょう。最新の佐藤選手のバッティングなんですけれども、バッティング練習でボールがなかなか飛ばず、そして力強い打球も飛ばずバットが折れてしまった佐藤輝明選手、岡田監督はポイントが近すぎるという部分に苦言を呈しています。佐藤輝明選手は足も長く手も長い選手、手が長い選手だからこそそれだけ前で打たないといけないと。手が長い分体の近くで打つと窮屈になってしまう、力強い打球を飛ばせないということですね。窮屈で差し込まれてしまうと直球にも対応できないことが予想されると。佐藤輝明選手は速い直球をファールにしてしまうという課題があるということを岡田監督が秋季キャンプでも語っていましたけれども、そのあたりも含めてもっとポイント前で打たなければいけないということですね。そしてフリーバッティングでは差し込まれているから途中で疲れが見えるということで、佐藤輝明選手はバッティング練習しながら少し休憩なんかも挟んでいたんですけれども、それは差し込まれて しまっていて厳しいバッティングが続いているからこそ疲れてしまうんだという話がありました。佐藤輝明選手の今のバッティングの課題について岡田監督は柳田選手との自主トレの影響があるんじゃないかというふうにも語っています。柳田選手との自主トレの影響という話なんですけれども、岡田監督は平田ヘッドも言ってたけど柳田と一緒に練習やってたからなと、だから俺らが言ってることと逆行するからな、はっきり言ってという話がありました。柳田の打ち方は引きつけて打つ方やからなと、基本的に引きつきすぎてそれを俺らは佐藤輝明選手にやめろと言うてる方やからなということで、柳田選手は引きつけて打つ、岡田監督は前で打つと、この部分が逆行しているわけですね。柳田選手は確かに引きつけて打つっていうことを意識しているように見えるんですけれども、佐藤輝明選手はもう今の時点で引きつけすぎてしまっていて直球がファールになったり力強い打球が飛ばないことがあると、それを改善しなければいけないというふうに岡田監督は語っているわけですね。なので柳田選手の打ち方とか指導がどうこうということじゃなくて、佐藤輝明選手に合っていないという話になってくるんだと思います。今岡コーチの指導で佐藤輝明選手は再びポイントを前に修正していきます。今岡コーチの指導なんですけれども、フリーバッティングでは佐藤輝明選手柵越えが1本もなかったという話がありました。この後の個別練習で今岡打撃コーチがマンツーマンでのロングティーを行う前にポイントが近いからそれを前に置いたらどうだと監督が言われていたことを伝えたというふうに話しています。佐藤輝明選手はその後の居残り特打ちで96スイング中5本の柵越え、終盤も破裂音のような力強い打球を鳴らし続けてやっていきたいと好感触だったという報道がデイリーさんから出ています。今岡コーチが岡田監督の指導もあってポイントを前で捉えた方がいいと、佐藤輝明選手もそれを好感触で続けてやっていきたいという話があるわけですね。佐藤輝明選手は加えて試行錯誤は引退するまで続くというふうに語っておりまして、
このポイントを前で打つっていうところをすぐに今後も実践していくというよりは、いろんなバッティングフォーム、自分に合うスタイルを見つけながらキャンプを取り組んでいくということになるでしょう。佐藤輝明選手の厳しい評価続いていますけれども、一方いい変化っていう部分も岡田監督はとても高く評価しておりまして、こちら見てみましょう。佐藤輝明選手の打撃のいい変化なんですけれども、スタンスがこれまでよりも広くなった、そしてグリップの位置も低くなったと、この部分について岡田監督はちょっと変わった気がするなというふうに評価をしています。バットの出が良くなっている、肩からしっかりとスムーズにバットが出ていると、この部分を評価しています。グリップを少し下げたことの影響もあってか、バットが今までよりもスムーズに出るようになったということですね。グリップの位置っていうのは岡田監督に限らず、数多くの OB の方から修正が必要というふうに指摘がされていました。このグリップの位置じゃ絶対に打てないとか、そういった指導がありましたので、この修正っていうのはすごくいい方向に働いていくんじゃないかというふうに思います。岡田監督はポイントっていう部分については厳しく評価したものの、いい部分っていうのも評価していますから、かなり佐藤輝明選手のバッティングについてしっかりと見ている、観察しているっていうことがわかります。では岡田監督の指導にファンからは賛否両論というところを見てみましょう。岡田監督の指導にまずは賛成しているファンの声から見ていきます。柳田選手は本当に規格外の選手、スイングスピードもとてつも速い選手だから真似するのは簡単じゃないと、あとは直すべきところをしっかり岡田監督のように指摘していかないと成長しなくなる、間違った方向に進んでしまうという話もあります。そして岡田監督は柳田選手のバッティングとか指導を否定しているわけではなく、佐藤輝明選手の今のバッティングスタイルとかそういったところに合わないっていうことであって、何も間違ったことは言っていないと。そして岡田監督は佐藤選手の変化がいいところも悪いところもしっかりと見ていて、全体的に佐藤輝明選手に限らずよく選手を観察できている、そして指導、的確な指導ができているというようなファンからの声が上がっています。一方岡田監督の今回の佐藤輝明選手の指導に対して批判的なファンの声もありますので、こちらも見てみます。岡田監督の指導に対して批判的な声を上げるファンの方々は、例えば岡田監督は最新の打撃理論をきちんとアップデートできているのかなと、岡田監督もちろん年齢も結構いってる監督ですから、今の最新の打撃理論とか変化球がたくさん出るようになったとか、変化球がより鋭くなっているとか、このあたり理解した上で指導しているのかなと、あとは主軸の選手だし、もう変に口出ししすぎなくていいんじゃないかと、2年ある程度結果も残しているし、口出ししない方がいいんじゃないかと、あとは前さばき、ポイントを前で打つっていうことを意識しすぎると変化球で空振りさせられることが増えて、佐藤輝明選手1年目のように三振が増えてしまうんじゃないかという不安の声も上がっています。あとは単純にコーチではなく監督が口を出しすぎるっていうのはあんまりいいことではないんじゃないかと、技術的な指導はコーチに任せた方がいいんじゃないかと、そんな声が上がっていました。以上です。